今日午前9時7分、石川県能登に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、顕著な大雨に関する情報を発表しました。線状降水帯は、発達した積乱雲が帯状に連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに、まもなく右方向です。一度繰り返します。気象庁は今日午前9時7分、石川県能登に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、顕著な大雨に関する情報を発表しました。